まあ、今日はね、進展意識するということをやってて、で、寿司村、専門の寿司村に気を通すってやっていたね。で、まあ、骨盤がしっかりできてるとして、背骨ね、寿司村の、背骨の中の神経の通り道のところに目の目に見えない気の、ね、流れ道、道があります。なのでこの骨盤の上のまず腰椎の護岸のところから、これ一つだけ、ね、骨を一つだけ意識してもらって、ここの骨盤のところからこの腰椎の護岸をこうやってこうやって。だから今やってるのはその肉体をもちろん動かすのもありますけど、ね、自分の意識の中でちゃんと背骨をひめぐっと、ね、中で感じてもらって、この一個だけをね動かしていきます。気持ちよく皆さん寝てると思いますけどね。寝てしまってたよ。はい。じゃあ今度は胸椎ですね。胸椎の一番下、12番のね。はい。ここ肋骨は浮遊骨やからね。一番よく動くところです。はい。そこを上から見て時計。皆さん今度こんなことやりましょう。今、ね、手を正してサポートするのね、触れるだけでみんな気持ちよくなっていく。これが今度は触れない、触れないで、さっちゃんのところはこう、さっちゃんのところにエネルギーです、うん、今度はこの人で、ね、はい、何してるんですか。気持ちいいでしょ。この中のこういったサッチャーのね、真ん中の芯、中心軸のところをこうふっと使う、こう掴んでこうふっと掴んだり、これをこっちへこうこう引っ張ってこうやってきたら続いてくる。エネルギーの流れで相手と調和していくんだから、自分の中へこう引きずり込んでいく、自分のこのね、こう影響の輪というか、その中にサッチャンを入れてしまう。早すぎ。すごいですけど、最近。